こんにちは、リークマチャンネル、とうとうやこの時が来ましたね、これ作ってるだけですよ。作ってるだけで今こんなに汗かいてます。見えますかね、作ってるだけのイメージが脳に、食べたいと思いますよ。食べますよ。賞味期限約2年切れの、明日休みなんでね、いただきます。辛い、辛いっす。あれが賞味期限切れてるから多少大丈夫なのか。多分切れてるからかな。大丈夫そうです。これ。辛いと思って。逃げでこんなん作ってました。これも美味しくいただこうと思います。辛いけど、多分期限が2年近く切れてるから、辛いけど、集中。まだ食ってますよこれ。ちょっと野菜入れました。ドキドキする。車屋の友人がこれ昼休みに普通に食ったっつってた。すげえな。やっぱ賞味期限切れてんのが強いのかな。ドキドキする。きれい。この動画いいねと思ってもダメだ。うわ
問題は明日の弁ですね。ちゃんと逃げで食う辺があります。ナイス。うわ、聞いた。